はいどうも、よう KTF です今回で2回目の撮影なので私たちが考えている4つの柱について説明していきたいと思いますはじめに地域の活性化についてです相手先地域別に転入超過数を見ると岩国市は近畿地方、関東地方、中部地方のほか山口県内の他の市長や広島市及びその他の広島県内の市長に対する転出超過数が多くなっています また、車社会の発展により中心市街地の商店街は活力を失い後継者不足空き店舗の増加に陥っていますしかし私たちが望んでいるのは天ー・イワ岩国といえる明るい未来ですそれは岩国市からの流出を抑え本市以外からの転入者を増加させるべきですそのために岩国市をさらに活気ある街にしなければなりません第一歩として岩国駅周辺の活性化が必要だと考えられます 富士グランには若者がほとんどおらず寂れています原因の一つに若者が好むお店がなくまた面積に対する書店の割合が非常に小さいと考えました岩国市には大きな本屋はなく広島へ行かなければなりませんそこで若者向けのファッションブランドを入れさらに富士グランの1フロアを全て書店にするのはどうでしょうかまたカジロは近年商店街と比べて賑わっています その理由の一つにカジルには無料の駐車場があるということが挙げられます私たちはこの無料で広い駐車場がキーワードであると考えていますそこでフジグランも有料から無料の駐車場に変え新たに無料の広い駐車場を作るべきだと思いますさらにボーリングや映画館など世代関係なく楽しめる商業施設は岩国市にはありませんそこで無料の広い駐車場を備えた 大型商業施設を作るのがいいかなと思いました私は人口増加について考えましたまずなぜ人口増加が岩国にとって必要なのでしょうかその理由は人口を増やすことで地域の活性化生活関連サービスの拡大などの利益がある点ですですが現状の岩国市の人口は減少傾向にあると思いましたこちらのグラフを見てください右は平成17年の岩国市の人口ピラミッド 右は平成27年の岩国市の人口ピラミッドです少し見づらいですがこのグラフを見ると平成17年の方が平成27年に比べて若干人口が多いのが分かりましたその原因は若者が都会に離れたり移住者が少ない傾向にあるのではないかと考えましたこの中で私は移住者を増やすことでこの問題を解消できないかと考えました理由は現在コロナウイルスの影響で田舎で在宅ワークをする人が増え 岩国もその流れを活用できるのではないかと考えたからですではなぜ田舎に都会から移住者が来るのでしょうか調べたところ都会の人は都会にはないものや体験を求めて田舎に移住してきており岩国にしかない特色を生かした体験事業を展開できると考えました例としてレンコンの収穫体験やアユの釣り体験水みり体験をし発信できると移住者を増やせると思いました 私は岩国市の子育ての実態などについて調べました1980年以降は年少人口の減少率は総人口の減少率を大きく上回り2015年に年少人口比率は11.9%に低下しました人口動態調査による本市の出生数は2018年で849人2004年からの減少率は32.0%です これに対して同期間における全国の出生数の減少率は17.3%であり出生数の減少率は全国より大きくなっていますこの現状に対して岩国市は10年間で出生率年少人口比率の低下を緩やかにしさらには上昇させなければなりませんそこで岩国市は子育て支援に一層力を入れるべきです具体的には1つ目は子ども食堂の増設や またその広報を積極的に推進すること2つ目は子どもが自由に遊べる施設を増設することこれに関しては最近フクロウ公園ができ外で遊ぶ場所は整っていますが雨が降って外で遊べない時でも走り回れる屋内施設を設置すべきです3つ目は子どもを育てている家庭で親が失業し困窮した場合には給付金の授受のハードルを低くすることまた少子化対策として 寄付や基金の設立4つ目は結婚することの重要性を積極的に教育過程に組み込むことこれは結婚に対してまだ若すぎる必要性を感じない適当な相手に巡り合わないを挙げる人が多いというデータからですこのような支援などを施すことによって岩国市が子育てしやすい町になり少子化の軽減に貢献できると思います私が自転車に乗って歩行者道を通っていた時に 段差でバランスを崩し車道に荷物と自転車を倒してしまいました幸い車が通っていなかったので良かったのですが通っていたら確実に事故を引き起こしてましたこのように道が平坦でないと事故を引き起こしてしまいます私は利便性の中でも岩国の道路について調べました皆さんは岩国の道路に関してどう思いますか 私は凸凹していたり狭かったりなど問題がたくさんあると考えていますそこで私は今の現状を知るために段差の数を数えました調べ方は自転車に乗り峠港の往復四点三キロの歩行者道を通り私が危険だと感じた段差の数を数えました正確な調べ方ではありませんが合計五十二個の段差を確認しました道も狭いので 危険に感じるところがありました。場所によっては、カバンが浮くところもありました。何より危険なのが、雨が降ったときです。雨が降れば、速攻も滑りやすくなります。これを解決するには、段差をなくし、そして道路の幅を広くすることが必要です。これが解決されれば、事故を引き起こすことが減るのではないでしょうか。また、観光や遊びに来た岩国以外の方々が、 また来たいと思う一つの要素になるのではないでしょうか今の岩国がより生活しやすく楽しく綺麗と思われるようにインフラ整備を進めていってほしいです私たちのチームが特に重要だと思ったのは無料の広い駐車場付きの大型商業施設あゆりなどの体験事業子ども食堂の増設また積極的な広報そしてインフラの整備を 推進することですリーダーお待たせご清聴ありがとうございました